こんにちは、エヴァとタケシです。今回は嫌われても馬鹿にされても幸せになれる。キモいと言われても幸せになれる。いい歳して恥ずかしいと思わないのと言われても幸せになれるというテーマでお話ししていきたいと思います。みんなと同じことをしようと思う理由はワクワクするからではありません。 まあそうしておくのが無難だろう。こうしておけば恥ずかしい思いをせずに済むだろう。こうしておけばおかしいと思われないだろう。こうしておけば目をつけられることはないだろう。これをしておけば文句を言われることはないだろう。などといったあまり面白くない理由です。みんながしていることをしようと思うのはそうすることで不安や恐怖が軽減されるからです。 みんなと違うことをしていると悪いことが起きるかもしれないという不安があるからみんなと同じことをしてこれで安心だとほっとしたくなりますみんなと同じことをしてうまくいかないことがあってもうまくいかなかったのは自分だけじゃない損をしたのは自分だけじゃないみんなも苦しんでいると考えてショックを和らげることができますみんなと同じようなことをするというのは リスクをを避けるるための選選択択ででああり、り自分を幸せせにする選択ではありません。みんなと同じことをするというのは本来自分がしたいと思っていたのと違うことをするということです自分がしたいと感じることとみんながしていることがすべて一致することはありませんなのでみんなに合わせようと思ったら自分の意に反することをするようになります サービス残業はおかしいだろうと思っていてもみんなもしているからという理由で受け入れるようになります悪口なんて言いたくありませんと思っていてもみんなもそうしているから自分もそうしないと仲間外れにされてしまうという恐怖から悪く思っていない人の悪口を言うようになります弱いものをいじめたらダメだろうと思っていてもみんなもいじめているから自分だけいじめないわけにはいかない いじめに参加しないと自分がいじめられてしまうかもしれないという恐怖から自分が最もしてはいけないと思っていたことをするようになります。みんなに合わせようと思えば思うほどそのままの自分を否定することになり、こういう人間は最低だ、絶対こういう人間にはなりたくないと激しく嫌っていた人間になってしまうことがあります。 みんなと同じことをしなければいけないと強迫的になると自分を否定することが多くなり自分を苦しめることになります。私はこれを好きと感じました。でもみんなは嫌いと言っているから私も嫌いと思うようにしようと自分の本当の感じ方を抑圧して自分を苦しめることになります。こういう服を着てみたいけどこんな服を着たら調子に乗っていると言われるかもしれない。 ここは無難にみんなと同じような服を選んでおこうと自分に我慢をさせて自分を苦しめることになります。好きなことをしたい。でも、そんなことをしたらみんなに嫌われるかもしれない。みんなから馬鹿にされるかもしれないと思うことで自分の好きな生き方をすることができなくなります。ということで私たちは恐怖や不安から無意識に嫌われない方、馬鹿にされない方、 怒られない方、目立たない方、恥ずかしくない方、キモいと言われない方、などといった選び方をしている時があります。そんな他人の目を気にしている自分に気づいたら、好きな方を選んでもいいんだよ、と自分に語りかけてほしいと思います。あなたはリスクを避ける生き方ではなく、自分を幸せにする生き方をすることで幸せになれる、ということを忘れないようにしていきましょう。 今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。